クレーの里金沢ゆいの会の発足式を、始めたいと思います。65歳以上の高齢化率は 50% を超えております。このような私たちが現在の住み慣れた家でできるだけ住み続けることができるように生活支援事業を行おうとするものです。まあ、モデル的とか政治的な事業はですね、金沢の学区でですね、成功して市内全域にですね、渡れるようなことを期待したいなというふうに思っております。ゆいの会の発足ということで、これをですね、ぜひ見守ってですね、良い面は学区全体で取り組んでいきたいということでございます。やっぱり身近なところで助け合い活動が展開できる、これは本当に他の地域でもどんどん活用できるといいますか、広がっていく中身だと間違いなく思っております。最初はこの活動登録、周りの人たちを助けられればいいなという気持ちを持って、その範囲内で行動させてもらって、それでまあ納得してもらえれば、それがまず第一かなというのが私の今考えていることですけどね、はい、これから当然年寄りの方が多くなって、その人が困ってるっていうことがね、現実としてあるので、素晴らしい取り組み、ね、だなというふうに思ってます。草取りですね、大変夏になった時にね、だからそれはお願いしたいなぁと思ってます。あ、こういうとこやっぱりね、年取ってくると車できない方は生協を利用するでしょ。そうするともう40年も住んでると顔なじみさんと立ち話もありですし、こういうとこやるとね、認知症の予防とか精神面でもいいと思いますよね。これだけ、ね、高齢化が進んだり、それから少子化が進んだら、みんなでもって助け合わなければうまくいかないと思いますから、まずは市民が自覚すること、そしてそれが出発になっていい地域社会になる、そして、日立市が良くなる、茨城県が良くなる、日本が良くなる、世界が良くなるっていうふうになればいいんじゃないですか。私はそう思ってます。その草取りとかね、家庭の料理だけじゃなくて、一番重要なのは何て言いますかね、ソフト的なサポートと言いますか、そのさっき市からいろんな書類が来るとか、インフルエンザの何はいつまでだよとか、肺炎の予防注射はいつまでだとか、あるいは郵便局からいろんな書類が来るとかですね、いろんなところ、そういうのを、まあ、なんていうか遅れることなくこう書類整理していくといいますかね、情報を整理していくというようなことの方が非常に重要なのかなと思っているんですけどね。やっぱりここに住んでよかったなと誰もが思うようなね、なんていうか団地にしたいですよね。時間があれば、ね、時間があれば、ある部分は